はい、今回は以前やったキヤノンの EOS M6 Mark II のシャッターシーケンスの電子シャッター編ですね。これやってなかったんでご覧いただこうかと思います。カメラの特徴などは第101回 EOS M6 Mark II 編をご覧ください。軽く説明しておくと、 EOS M6 Mark II は2019年の9月に発売されました。有効画素数は APS-C サイズながら3250万画素までアップ。高速連写性能ではワンショットモード、そしてサーボモードともに、これまた EOS M シリーズでは最大最高の約14コマ秒となります。メカシャッターでこのスペックっていうのは、なんと EOS ONE DX Mark II と同じです。見た目は可愛いですが、実はモンスターカメラでもあります。で、今回のテーマである電子シャッターですね。実は以前の EOS では電子シャッターっていう言葉自体あまり使われてなくて、 EOS R などを含めてメニューなどではサイレントシャッターとなってました。 EOS 90D やこの EOS M6 Mark II からメニューにも電子シャッターと表示されるようになりました。今回はこの電子シャッターで1、電子シャッターのローリング歪みチェック。まあそれだけだとあっという間に終わってしまうので、そして何かとも比較したいなと思ったので、2、EOS R との比較もやってみようかと思います。といってもまあこれだけなのでちょっと短めの動画となります。では EOS M6 Mark II でのウォーキングマシンを使った電子シャッターのローリング歪みをチェックしていきます。詳しい撮影条件などはシャッターシーケンス特別編電子シャッターの回をご覧ください。概要欄コメント欄にリンク貼っておきます。ざっくり説明すると、秒速144センチで動いている幅30センチのローラーを画面上下だいたいいっぱいぐらいになるようにフレーミングして撮影します。カメラがちょっとでも傾いていると誤差が大きくなるので、それはローラーを回さずに撮影したカットを参考にして補正します。数値の方ではそれが考慮された値となります。ということで EOS M6 Mark II で撮影した結果ですが、こんな感じです。上が電子シャッター、そして下がメカシャッターとなります。電子シャッターでは大きく左に傾いて、メカシャッターではごくわずかながら右に傾いているのがわかります。傾き方向が両者で違うのは毎度毎度触れてますが、メカシャッターと電子シャッターで切れる方向が逆の場合に起こります。 EOS M6 Mark II のメカシャッターは上から下に切れるのに対して、電子シャッターは下から上に切れます。なお撮影した像では上下が逆転するので、写真ではメカシャッターでは下から上、そして電子シャッターでは上から下に時間が流れていることになります。ということで、この EOS M6 Mark II の撮影結果ですが、数値ではどのぐらいの度合いになるか、まず傾きの大きな電子シャッターから簡単に計算してみます。ローラーの速度は秒速が144センチ、下は上に対して約 6.7 センチ進んでいるので、電子シャッターの上下端での差は 6.7÷144 で約 0.0465 秒となります。つまり上から下まで操作するのに約 0.047 秒となります。カメラやってる人が感覚的に分かりやすい言い方をすると、約20分の1秒ぐらいになりますね。これに対してメカシャッターでは 0.3 センチ、3ミリの差があるので 0.3÷144 で約 0.0021 秒となります。つまり画面の下から上まで操作するのに約 0.0021 秒となります。やはり分かりやすい言い方をすると約500分の1秒ぐらいですね。メカシャッターの値は高速な方だと思います。その辺はさすが秒14コマのスペックをクリアしてるなって感じですね。じゃあ電子シャッターでの EOS M6 Mark II とフルサイズ機の EOS R との結果を比較してみます。EOS R は電子シャッターを初めて取り上げた回で、撮影結果はご覧いただいたんですが、数値は出してなかったんですよね。今回はそれを出します。EOS M6 Mark II の約 6.7 センチに対して EOS R では 11.1 センチでした。パッと見でもわかるように EOS R はだいぶ傾いていて、ちょっと遅い感じがします。
EOS R のマク速を計算してみると、ローラーの速度が秒速144センチ、下は上に対して約 11.1センチ進んでいるので、電子シャッターの上下端での差は 11.1÷144 で、約 0.0771秒となります。つまり上から下まで操作するのに約 0.077秒かかってます。カメラやってる人が感覚的に分かりやすい言い方をすると約13分の1秒ぐらいです。電子シャッターに関しては EOS M6 Mark II の方が高速なのが分かりました。ちなみに両者の操作速度の差を簡単に計算してみれば 11.1÷6.7 で約 1.6 倍、EOS M6 Mark II の方が速くなります。結構な差ですね。 EOS M6 Mark II もそんなに高速ではないので EOS R がちょっと遅めとなります。調べた限りではさらに遅い機種も実はあるんですけどね。 EOS R では結構ローリング歪みが大きくなるので、動体撮影時に電子シャッターを使う場合にはちょっと気をつけた方がいいと思います。というわけで EOS M6 Mark II の電子シャッターを EOS R と比べつつ見てきました。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みになりますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。